ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は成長するためのワークシリーズ、はいはい、タイプ8編ということで、はい、カレン・ウェブさん、うん、鈴木秀子さん役の、うん、9つの性格タイプが分かるから、うんうん、タイプ8の成長するためのワークをと、うんうん、タイプ8, タイプ8強さを求め自己を主張する人なんて書かれています、うん、エネルギッシュでパワーがある、うん、お山の対象タイプ、うんうん、反抗的だが弱者を守る、うんうん、独善的、白黒はっきりさせたがる、うんうんうん、仕事も遊びもやり始めたら最後までとことんやり抜く、うんうんうん、その対象は飲みに行くところから国際的なビジネスまでとことんやり抜くタイプ、うんうん、高潔で正直、うん、正義について強い倫理観を持っている、うんうん、世の中は正しいか正しくないか、うんうん、その2つしかないんだそうっていうタイプですと、はい、で、まあ、この本でちょっと印象的なのが、うんうん、人を怖がらせるつもりなんて全くありません。ただ私にはどうして相手が引いてしまうのかが理解できないんですそうなんですよ。蜂の巣なんで引いてしまうの戦いましょうよって思っている、うん、思っている。だから自分はそんなに相手を威嚇してるつもりもないんですよね、はい、私がノーマルだと。ノーマル、私が普通だと思う、はい、無理ですだから無理です、まあ、これが普通でしょうっていうぐらいの感覚ですよね、はい、戦う気はないですから戦う気はない。はい。でそんなタイプ8、うんうん、まあいい時はその愛情にあふれて、うんうんうん、その持てるエネルギーをもうリーダーシップに変えて、うん、家族社会、うんうん、自分の気に入っている者たちを守る、うんうん、楽天を初優勝させた時の星野仙一さんみたいな、うんうん、とても素晴らしいリーダーシップを発揮するんですけども、うんうん、悪い時っていうのは、うんまあ、その強さが裏腹、うんうんまあ、逆になって鉄拳制裁です。もう威張り散らす、ルールは破る、うん、ルールは破るっていうのは俺がルールだ俺らがルールだ俺がルールだになるんですよね、うんうん、あとはその力ずくで物事を解決する、うん、で自分の思い通りにするために他人の気持ちを無視する、うん、で無理強いする、うん、っていうところが出てくる、うん、でまたそんなタイプ8がぐっとストレスを受けてくると、うん、タイプ5の方向に向かう、うんうん、家に引きこもりがちになって、うんうんうん、ぎゅーって考え込む、うんうん、で何もじっとしなくなって、それは反省しているんじゃなくて、うん、まあいろんな本に書かれているのは、うん、計画を練っているんだと、うん、なんて書かれている本もあってですね、うんうん、待ってくださいと、うん、そんな時に、うん、このワークをちょっとやってみてくださいと、うん、タイプ8が成長するために心がけること、うん、1. 瞑想してみなさい、うん、衝動に突き動かされたら、うん、それが消えるまでじっと待ちなさい、うんうん、1. 一日のエネルギー状態を確認して衝動的な行動をとっていないかどうかをチェックする時間を持ちなさい、うん、1. 怒りを覚えたらリラックスして深呼吸をする時なのだと思いなさい、うん、1. 友人や同僚にプレッシャーをかけていることに気づきなさい、うん、自分のインパクトが強すぎないかどうか反省しなさい、うん、1. 行動に移す前に結果がどうなるか想像してみなさい、うん、ゴールは遠くにあることを忘れてはいけない。1. 刺激を求め満足を得るのを先延ばしにする努力をしなさい、うん、退屈な日常を受け入れ恐怖感を認めることを覚えなさい、うん、1. 退屈になって何か行動を起こそうとしたらその前に恐怖か悲しみを抑圧しているのではないかと自分に問いかけてみなさい、うん、次に恐怖や悲しみを感じる努力をしなさい、うん、1. 傷つきやすく弱い部分を持っていることを認めて受け入れること、うん、1. 揉め事が起きたら相手の意見に耳を傾けなさい、うん、物の見方は人によって様々だということを理解するチャンスだと思うこと、うん、1. 友人や同僚にルールをはっきり説明してもらいなさい、うん、ルールを破りたい衝動に駆られてもじっと我慢をしなさい、うん、1. 過剰な振る舞い、うん、社交的な催しに参加したりとかは、うん、あなたにとって本当に大事なことから
目を背けるための手段ではないかと自問しなさい、うん、1自分のことを忘れたり否定したりしないように毎日自分の内面を覗いて感じたことを書き出しなさい、うん、1他人を責める傾向があることに気づきなさい、うん、問題が起きた時あなた自身にも責任があることを認めなさい、うん、という、はい、タイプ8、うん、私も、うん、ある、まあ、エニアグラムのセミナーで、うんうんうん、タイプ8かタイプ6か迷ったって言われたことがあって、うんうんまあ、タイプ6のセクシャルな人は、うんうん、ちょっとタイプ8の傾向が強いっぽいところがある、あの要は反応して、うんまあ、タイプ8とは違うんですけども、うん、タイプ6の場合はもう敵対するみたいな、そうですね、うん、あの勇気の見せ方が、うん、あのタイプ8は勝つことなんですけど、うん、タイプ6は行くこと、とりあえずとりあえず突撃することが勇気なので健全度が低い時です、うん、なんでそういう健全度が低い時に受けたのか、うんまあ、そういう反抗的な面が出てたのかもしれない、うん、でよくなんで8のこともなんとなく分かる、うんまあ、そこまで強くないんですかね8の人はまあ強いですからね、思いが強い、はい、で、うん要は私が善、うん、私が善というか、まあ、私がルールそうなので相手は言ってくる相手は全部敵なんですよね、うんうんうん、そう言うこと聞かないやつは敵、うん、でそのタイプ8はよくその口論は好きなようです、うんうん、でもタイプ8にとって口論は、うん、多分喧嘩じゃないんですよ、うん、あのタイプ8にとって口論っていうのは、うんうん、あの健全なこと、要は僕は、うん、私は言いたいこと言うからあなたも言いなよって言うんですけど、はい、言われるとカチンとくるんですよね蜂の人はい、うん、っていうところ、まあうん、なんでこれ自己主張の人みんなそうかもしれないんですけども、うんうんうん、一回話を聞いてくださいと、一回話を、はい、話を聞かないんですよ蜂は。あ、お父様がお父上がタイプ8で、うん、なのでそのここにも書いてあったのが、行動する前に一回結果がどうなるか想像してみなさいと、うんうんうん、なのでその今まであなたが通った道、うんうん、あの草木一本も生えてないんじゃないですかと、はい、こう叩きのめして叩きのめしてきた何も生えてないんじゃないですかと、うん、ただそのタイパチっていうのももちろんその傷つきやすい部分を隠したい、要は優しさは弱さだと思っている、うんうんうん、から隠したいからそのコントロールするなっていう面が出て、この弱いと生きていけないと思ってるんですよね。だから強くなきゃいけない、はいはい、だからこうコントロールされたくないとか、はい、こう優しさとか、まあ、優しいんですけどね、もちろん、うん、熱いんですよ、熱い優しさが、優しさが熱くて、 その、はい、それもこう自分のルール、はい、俺がルールだなんで、はい、この優しさを拒否するやつも許せんになるんですよね。飯連れてってやろうかって言って、あ、ちょっとその日は忙しくてなんだとみたいな。なるほど俺がせっかく誘ってやってるのにみたいな感じになるって。なるほど。なんで一回その行動に移す前に結果がどうなるかを想像してみようっていうことと、その、まあ、ここにも書かれていたのはその過剰な振る舞いっていうのが、うんうん、あなたにとってその本当に大事なことから目を背ける手段になってないか、うんうんっていうこととか、うん、自分のことを忘れたり否定したりしないように、うん、毎日自分の内面を覗いて感じたことを書き出しなさいって書いてあるんですけど、うん、要はその時の怒りっていうのは多分、まあ、タイプ8反応なので、その本当は自分がしたいことがあって、うん、理性的に考えれば、うんうん、怒るべきではなかったことが、うんうん、でもダッて出るわけじゃないですか、うんうん、でもね、それを書き起こしていくと、うん、あ、自分ってこうなんだって受け入れることができるのかなと、うんうん、落ち着けってとこですかね一言で言うとそうなんです要はその反応の怒りは本当のあなたですかっていう、うん、この冷静に考えたら別にここ怒らなくてもいいよねっていう場面は多分たくさんあるよっていう。そうですね、うん、でそれやった方が、うん、あなたにとってより良い結果をもたらすことが多いんじゃないですかと、うんうん、怒りについていけないとか、うんうんうん、弱いタイプ、うん、葛藤を避けたい人、いろいろ人それぞれなんですよ、うん、人それぞれで、多分タイプ8は人それぞれだと多分思ってない、うんうん、そうだから自分が普通
なんでそんなにこうなんか圧を与えてる気はない、ないんですよね、うん、そこは一回圧を与えているんだって分かってもらえると他のタイプとしては助かります、うんうん、はい、そう、怒ってなくても怒ってる感じがしますからね、うちの親父とか威圧感、威圧感またタイプ1とは違うんでしょうね、タイプ1はタイプ1とは違いますね、あの本当に機嫌が良くても怒ってる感じがします、怒ってない、あのタイプ1はピリピリ感はピリピリしてるんですよ、はい、ピリピリを隠してるのがこう表に出てる感じじゃないですか、はいはいはい、タイプ8はピリピリしてないんですよね、してないのに怒ってるように捉えられるっていう、なるほどなるほど、怒ってないのに怒ってるように感じるみたい な、 なるほど、威圧してないのに威圧されしてるように思えるみたいなところがあるんで、1は本当に怒ってる、うまくいかなくて本当に怒ってる時にそれが抑えきれずにピリピリ感として出るみたいな、はい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 、感じなので違う、あだとすると、うん、まあ、そういったところが自分にはあると思うだけで、うん、なんて言うんだろう、あ、そうそうそう、損してるんだなっていうのは分かりますよね、うん、だから普通に話してるだけで相手がわって逃げ前るみたいなところがあるので、そうなんで、うん、相手はあなたほど強くないっていうのを心に留めていただけると、そう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 、あなたはとても強いんだっていうのを自覚してもらった方が、はい、が逆にいいですよね、そうそう、あ俺は強いんだって思ってもらった方が、うん、思ってもらった方が、はい、だからこうちょっと周りには優しく接してあげないと、はい、周りの人がちょっと萎縮しちゃうっていう面があるので、私としてもそうや、タイプ6としてもそうやって思っていただく方がいいかな、うんうん、そう、だからこれ普通でしょって言っても多分その普通が萎縮してしまうレベルに強いので、はいはい、でもちろんこの対人関係で問題が起きた時っていうのは、うんうんうん、どっちかが全部悪いっていうことはなかなかないじゃないですか、うんうんうん、っていうことで要は他人を責める傾向があることに気づきなさいと、うんうん、で問題が起きた時はあなたにも責任があるっていうことを、うんうん、多分認めづらいのかなと、認めづらいのかそう思ってないなるほどことがある、はい、あのなんか僕そのまあ親父ですけど、はい、よくこれってどうなんだとか言って言われて、はい、なんか説明したりするじゃないですか、はい、でそれがこうしばらく1年とか経った後に、はい、これってどうなんだみたいなことになるわけじゃないですか、はい、で僕としては1年前に教えてるよって話だけど、はい、まあ、教えますよね、はい、だけどお前がちゃんと教えといてくれればこんなことにならないんだみたいな、いや1年前に教えてるしみたいな、なるほどっていう自分の中ではもう聞いてないこととかがこう消されてってしまってる、でその自分だけが正しい、うん、っていうことなんですよね、だからお前がちゃんと俺に教えないからお前が悪いんだっていう理屈で、そういう喧嘩になるんですね、そうそう、で喧嘩っていうか僕はこう反論しないから、はい、喧嘩にはならないですけど、あもちろんただあそういう言われ方をするんだと思って、そう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 、でイラッとするじゃないですか、はい、でタイプ9はこう溜めて溜めて溜めて言い返すから、はい、溜めて溜めて言い返した時にはうちの親父はシュンとしますなるほど、そうドーンが大きいんですね、Q は。そう。なんで、まあ、一度そのタイプ8の人は、うん、自分は強いんだっていう自覚と、そうそう、じゃあその強さ、うん、多分タイプ8もみんなと喧嘩したいと思ってるわけじゃないと。喧嘩したいと思ってるわけじゃないんですよ。はい、だから、うん、あ優しくしなきゃって思ってもらえると、うんうん、より仲間が集まってくるのかなと、うんうんうん、そのタイプ8の周りに。そうそう、でこの自分のルールをもうちょっと緩めた方がいいんじゃないかなとは思いますよね。はい、このうちの消防士だったんで、はい、消防士はこう縦の社会、はい、先輩後輩がすごく重要でみたいな、はい、で最近はこうそういうのないじゃないですか、若い子たち、まあ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 ついていけない時代になってきましたよね、そうそうそう、でそうするとあいつらはなっとらみたいな感じで怒りが込み上げてくるみたいな、なるほど、まあ変化しますからね、変化しますから考え方も、そうそうそう、はい、なんてところを心がけていただけると成長につながるのではないでしょうかっていう、はい、偉そうで申し訳ございません怒られるときは、ね、タイプ8に怒られるときは、はい、申し訳ございません、申し訳ございません、はい、というところで、はい、はい、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒お願いします、ありがとうございます。